プロスピエース、まあ、これが一番しっくりくるっていうことでね、まあ、これでいきます。さあ今日はですね、今だから今日からか、もう今日スタートしてるやつですよね。今日火曜日だから。ちなみにこの撮ってるのは月曜日です。活躍選手予想っていうイベント、これを全試合総チェックやってる佐々木がどの組み合わせでどうすれば高配当を得れるかっていうのを教えます。これはね、今までいろんなそのなんかイベントのクリアの仕方とか、あとはクレイさんとかがよくやってるガチャのその選手の数値を出して、特 A とか A とか B とか、自走差は何ポイントとか、リーグは何ポイントとか、デコボコをするのは何ポイントとかやってるのは、あと VIP さんとかのなんか新しい選手をすぐ極みにしちゃって、それがどこまで使えるかっていうの動画はさすがに俺は無理や。あのレベルのやつはさすがにできんけど、これを唯一やってきた、プロスピをやり続けて、でも真剣にやりだしたのがまあだから4ヶ月ぐらいやっときたね。どんなプロスピ YouTuber よりも確実にどうやったら勝つかを喋れるイベントがやってきた。これはね、 VIP さんにもクレイさんにも申し訳ないけど、俺は負けないよ。なぜなら俺はプロ野球解説者だからっていうところで、オーダーをねどう組めばいいかっていうところで、こうポイントがね毎試合で分かれてるわけですけど、まあこのサイクルとかは無理なのね。エラーのマイナス30っていうのも結構でかいじゃん。あと併殺、まあ、盗塁もでかいね。ヒットより盗塁の方がいいからねっていうところで、でもね、ヒット打って盗塁打つと39ポイントになるわけでしょ。そうなるとすごいですけど、であと守備位置が一致したらボーナスポイントがつくんだよね。確か30ポイントかなんかかな。何ポイント貯めるかで、それに応じて、だから俺これは1位いきたいね。ちょっとプライドにかけて行きたいです。これだってお金かけるとかじゃないからね、考え方だからね。だからね、でもこの動画を見ると、でもこれ動画で教えちゃうと1位になれないじゃんね。やばいね。でベスト内報酬とかもあるし、よし狙うの決めよう。最低でも500か、500には入ろう。やっぱプライドとしてプロ野球解説者ので、毎日試合見れるのに外すってなんやねんになるやん。でこのプライドを守るためにベーシックなやつのオーダーを考えてきたんだけど、野手はねこんな感じなのね。キャッチャー梅野、キャッチャーはね常に出てコンスタンスに打つっていうのを考えると、やっぱ梅野が一番いいと思うのね。他はまあ梅野か、だから梅野かね、大城だね。でも大城はあの試合に出ない時あるから、これね皆さん今から大事なポイントをね佐々木が言っちゃいます。これを頭に置いてやることがどれだけ大事か、ね、この上に書いてる期間中9月8日から9月20日11時59分までにオーダーを変更すると当日の試合結果から対象となり、12時以降の選手の変更は翌日から反映されますと。各球団の選手リストは2020年8月7日時点での公示内容を反映しておりますって書いてるっていうことは、これよく見なきゃいけない。毎日オーダーを変えてもいいっていうことなんですよ。そう考えるとずっとほったらかしは最悪です。やっぱね、調子、守備位置、試合出るかどうか毎日チェックして新聞でやらなきゃいけない。だからね、キャッチャーはね梅野と大城、これのツープラとでね、あのピッチャーによって炭谷が出るときあるね。その時は大城がスタメンから外れることが多いから、梅野大城メインだけども、あ明日の試合の組み合わせは炭谷とだ、傾向高い、大城外して梅野、だから梅野と大城をメインでね、入れたいのは坂倉、広島状態でもちょっとね、いつ出るかをね想像するのが難しい。どういうコンディションしかも今広島のちょっとピッチャーが倒壊してるから、ひょっとしたらどうなるか分かんないから難しい。あとは絶対出るところで甲斐でも打つのでも考えると、やっぱり梅野と大城、このねコンビネーション、これね、いつこのコンビネーションでやるかが大事で、次ファースト、ファーストはねやっぱ村上で、村上もね坂口がファースト守ったらサード守る時もあるし、ここを読むのがでも10時前まで読み切らなきゃいけないから、やっぱポジションを確定すると30ポイントって結構でかいじゃん。だから村上はたまにサードの時あるから、そこをどう読むかだね。でも基本的にファースト入れたいで、なんて言ってもやっぱね打率が高いのを上に置いとかないとね。でもね、村上の一番難点はね三振が多い、そこでマイナスになっちゃう、やっぱ三振すると。だからそこもちょっとで、ね、どう取るかだね。やっぱ一番三振が多いから、でもフォアボールも多いから、フォアボール のポイントもつけれるじゃん。でやっぱりね、ホームラン打てるやつを並べた方がいい、基本的には。
だからファーストは村上かね。あとは確実性を狙いたいんだったら鈴木大地、サーシースクライからファーストで。でも大地はサードの時もあるから、ここ難しい。だから俺は DH に入れてる。あの守備関係ないから、これどこで出るか分かんないから。でもそうだね、ファーストは中田翔だね。中田翔も一発あるから。でもね、中田翔のね問題点は一発あるけど打率が低いんだよね。だからそのヒットがのポイントが一発あるよ。三振も66個と多いんだよね。でここをどう取るかだね。中田翔も悪くない、でもやっぱ打率が低い。でも打点も18、打点が多いから打点18を、まあ、取りに行くっていうところでもいいし。でもまあファーストはでもまあ村上かな。あとはまあビシエドの一発期待っていうところかな。あとは松山ね、広島最近ちょっと状態いいから。でもやっぱホームランっていうことを考えると、やっぱホームランの60点は大きいから、やっぱ村上かなファーストは。あとはちょっと状態見ながらちょっと変える、もしくはね相手ピッチャーの相性悪い時は村上外して中田とか入れたりとか松山入れたりとかっていうのもまあありだね。ビシエドとかで、ここの毎日の対相手ピッチャーのどうかを午前中にチェックしなきゃいけないね。もしくは前の日から。次がセカンド浅村、やっぱりホームランを使う。でもその代わり浅村も DH 入る時があるから、この守備位置のポイントがうまく重ねられないっていうところもあるんだよね。あと守備位置のポイントだけで稼げるんだったら中村ロッテの、これはもうセカンドで絶対出るから30点は稼げる。もしくは、まあ、菊池とか広島、あとはあの日本ハム渡辺で中日阿部っていうところはもうずっとセカンドで出るから、その30点っていうところは稼げる。だそこどう取るかだね。でも俺はもう浅村がもう30点つかなくても打つっていうところでもう稼ぎたい。でもサードはね、岡本、サード一番難しい。岡本、宮崎、堂林、高橋周平、大山、ここら辺のどれかだね。でまあ俺はまあ岡本取ってんだけど、まあ、宮崎も打率が4位だからやっぱ高打率っていうところでまあ単打生かせるんで、高橋周平も3割6厘で、岡本はやっぱりね2割8分でもね、打点55のホームラン19分ってんで、だからここはねもう好みだね。俺は今岡本だけど、他本当他でも全然。パ・リーグのサードで言うと、まあ、パ・リーグはサードがねなかなかいないからあれだね、ここだね。でショート坂本、ショートはねもう坂本かな。全体的に今ショートで打てるっていうのがあんまいないから、ずっとショート模擬とかもいいんだけど、あのサード出る時もあるの、小深田ショートで。だからポイント稼げないじゃん。だから絶対ショートってなると坂本が絶対ショートで出るから、ずっとだからその坂本にかけるっていう。でも坂本2割、まあ徐々に上がってきたからね。でも坂本はねフォアボールも多いからね、そこでフォアボールのやつも取っていくっていうところで俺はショート坂本で、レフトはね吉田、吉田正尚はねライトで出たり DH で出たりする時もあるけど、でも比較的レフトが多い先週は。だからもうレフトだって24試合連続安打だからね、もう吉田じゃない理由はない。でセンターね柳田ちょっと落としてるけど、やっぱホームラン魅力でもね、センターはだから、あとねレフトはね佐野もある、佐野 DeNA だから贅沢な悩みだね。 DH で佐野でもいいよね、もしくは佐野はずっとレフトだから佐野レフトで吉田を DH にするかっていうところも。あ、俺それにしよう、変更を。これだ、うん、そうでしょ。でセンターはね、西川でもホームラン少ないんだよね、やっぱヒット。あとはもう日本ハムの西川で盗塁稼ぐか、最近ちょっとあの複数安打打ってるから。で柳田、まあ、柳田俺はもう柳田だね。でライトは鈴木誠也、まあ、ホームランもあるしっていう。でまあね走れれば足もあるしっていうところで、で DH をした。これがね俺の野手オーダー今のところ。これで入る、あでもねキャッチャー変えるわ、火曜日は菅野だから大城だから絶対キャッチャーも変えなきゃいけない、すぐ梅野と。あとはもう大体頃の感じでいけるかな。あとね怪我したりしたらあれだからすぐ見とかなきゃいけない。で次ピッチャー、ピッチャー今のところ菅野、大野、山本、西、有原で、中継ぎがエスコバー、中川、ボイデロ、宮西と入れてるけども、ピッチャーはねもう毎日交代した方がいい。もうだって変えれるから、その日の登板の投げるやつのもう勝ちそうな方を先発で押していって、で中継ぎはあんまり休養とか取らないチームのピッチャーを選んだ方がいい。だからロッテとかだと2連投前とかだから、すぐ休むから登板してこないから、抑えもやめた方がいい。守護神は勝ってる試合しか出てこないから、中継ぎでも勝ってても負けてても最少失点差ぐらいだとバンバン投げてくるような
エスコバーとかは置いといた方がいいね。でモイネルとかもちょっとソフトバンク加工気味だから、もうそんな休ませてる場合じゃないから、モイネル多分ずっと使ってくる。あと宮西、長川ところを入れてるけど、先発はもうその日に投げる、毎日交代していった方がいい。で一番大事なのはこの巨人中日の2人先発選んだらダメだよ。どっちか負けるからね、下手したら。だから常に相手も考えて対戦カードと先発で被らないようにしなきゃいけない。これ被ったら最悪、どっちが勝ってもどっちが負けるから。まあもちろん負けがつかないパターンもあるけど、だから相手チームと被らないように先発は選んでいかなきゃいけない。だからこのカード、8日のカードだと阪神と DeNA だとどっちかの先発だけ、巨人中日はどっちかの先発だけっていうのを選んでいって、それで選んで全部勝てば、でその保険に中継ぎ陣を、だから先発どっちが勝つかって分かったらそっちを全部当てて、分からないところは中継ぎで補填、これを毎日ずっとやり続けるっていうのが勝ちに行くチャンス。だこれで勝負だね。これをやれば勝てます。目指、まあ、500以内やな、目指せ。で今のところ投手陣はこうやってやってるけど、投手陣はもう明日の午前中までに変えるよね。今日のだから月曜日の3時以降に予告先発が出るから、それ見てパパって変えるから、ピッチャーはもう毎日変わる。中継ぎはねそんな変わんないかも分かんないけど、ピッチャーはね正直パパってめっちゃ変わる。ピッチャーはね選ぶのはホームラン打たれるのが多いやつは選ばない方がいい。ホームラン打たれちゃうとマイナス4点で、自責点がマイナス20だからマイナス24点になっちゃうのね、1本ホームランで。っていうところで言うと、基本塁打が多い涌井とか、あと石川で大野とか西とか小川とかもホームランが多いから、ちょっと相手の打線見ながら、ちょっとホームランが多いところとか相性が悪いチームっていうのは省いた方がいいね、やっぱホームランが。でも逆にホームランが少ない菅野とか、あと山本由伸、田島、有原とかは、まあ、則本もいいけどちょっと怪我しちゃって抹消されてるから。でも次見なきゃいけないのが奪三振の数、やっぱ三振が多いとポイントがつくから4ポイントずつね。だから三振が多いピッチャーっていうのも、だってもし10試合10取ったら40だからね、もつくし、あとね投球回数見なきゃいけない。やっぱりね5回か6回で交代するピッチャーは、要は6回投げ切ったら216点つくわけ、6イニングで。でも7回投げたら、だから長いイニング、やっぱりね5回とか6回で降板するような先発ピッチャーはやっぱダメ、やっぱ長いイニング投げれる。そう考えると小川とか最近長く投げれてるからヤクルトちょチャンスあるね。そういったところで中継ぎ投手陣もやっぱねフォアボールが多いやつはね外した方がいいよ。やっぱマイナス4つくからね、フォアボールっていうところが。で自責点マイナス40になっちゃうから、ちょっと最近状態悪い、ギャレットとか西武のはちょっと外した方がいい、状態最近悪いからね。そういったところも見ていく必要性があるねっていうところが。だから投手陣はねもうその都度その都度で変えていかなきゃいけない。これが佐々木が勝つためのオーダー。まずスタンダードはこれ、この野手のね、あとは状態を見極めながら、もうねだから菅野の時はもう中日全員外すとかねっていうのも大事かもね。山本由伸の時は対戦相手のとこ全員外すとか、いくら打っててもね、そういったところも見極めて打線も入れ替えた方がいいね、相手先発投手陣も含めて。逆に言ったらね DeNA 今全員入れてると17安打だからね、日曜日とかだとやばいよ。金土日で30点取ってるから、あれ DeNA 全部入れてるだけでバカだからね。だからそういったところも相手のピッチャー見てこれいけるんちゃうかみたいなってなると、あのすごいビッグゲームになる可能性もあるから、ばらけると、だから逆に1チーム全部にするのもチャンスかもわかんない、勝つってなるとね。フォアボール16点じゃん、すぐあの藤浪6個フォアボール出してるから、それだけで72ポイントだからね。で逆にあのソフトバンクなんて日曜日10四死球出してるから、ロッテ打線全部にしてると10四球だから120点。だからこうピッチャーって全部そのチームっていうのも逆にありかもわかんない、柔軟安打とかするから。でその中で低打率のとこだけ変えとくとかね、だからもう7人同じチームでも逆にありかも、相手のピッチャー見てね。だからコンスタンスに毎日変えながらやる必要があるけど、佐々木は一番最初はこれ、これで勝負で、これを見ながら悪かったらやっぱ変えていくね。500以内ね目指せ、まあ、皆さんも勝負っすね。これがプロ野球解説者が編み出したゲームを優勝するだけのやつです。さあということで解説はこれで終わりで、じゃあちょっとガチャしましょうか。最後にシーズン2の先発投手陣ちょっとガチャでも当たるかどうか分かんないからで、欲しいのはこれ、まあアニバーサリーでも出るんだけど、俺の今までの勉強で言うとアニバーサリーのやつってさ、一番下がさ応援とか白熱とかさなんかなるじゃん。だから一番下のあの特殊能力がなんか一定のやつになるよね。だそうなるとね、この俺線画が欲しいのね。この線画の一番下タイピンチだから、これ多分これが消えるから線画欲しい。で一番欲しいのはね線画、まあアニバーサリーでも出るけどね、まあ取りに行っちゃうけど。でねやっぱロッテ純正だから見まね、一番は線画。
で次見ま大野山岡がね打ちづらいんだよね。まあ俺が下手くそなのかもしれないけど大野山岡が欲しい。戸郷もいっぱい持ってんの A を。戸郷でもいい。でもまあ一番欲しいのは千賀でロッテやってるから三馬で大野山岡これでいこう。これもでもいっぱいやんないよ3回かな。さあじゃあいきます。一発目あー何もない。これはもうこれ絶対当たってないわ。何も出えへん。こんな何も出えへんことある。俺も運使い果たしたかな。逆に何も出なくて来るってあんのかな。何もない。なんこれはもう 何の期待もない。何もない。あ、押しちゃったもん。何もなさすぎてびっくりして押しちゃって。運しか出ない。俺の運も持ち紛れか。だって何もないよ。びっくりするぐらい。ほら、月も出えへん。ちょっとキラキラって一瞬光ってる。こんな何も出えへんことある。